皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はこちら。ここ最近おなじみのキークロン K8 実配列のキーボードに関するお話になります。今回はこちらのキークロン K8 用のカヤキーキャップをまた購入しましたので、そちらを開封していきたいと思います。それでは行ってみましょう。今回のキーキャップこちらです。まだちょっと開封はしたいんですけど、海外のサイトから購入をしました。購入したサイトは、メルギークっていうサイトになるんですけど、これを注文したのがだいたい3週間ぐらい前でようやく届きました。まずは開封をしていきたいと思います。このメルギークというブランドなんですけど、キーキャップやあとは自作キーボード自体のパーツなんかも扱ってる、ブランドになります。少し前の動画でこのキークロン K8 の実配列のキーキャップをこのコルセアのキーキャップを使ってカスタムをしました。ただこのキークロンの K8 の実配列に関しては少し癖があって、その癖っていうのがこのスペースキーになります。このスペースキーが長さ特殊で、このコルセアのキーキャップでは対応ができませんでした。それで今回はいろいろネットを探して、この長さに合うスペースバーを扱っている、メーカーとして今回のメルギークを見つけました。このキークロン K8 のスペースバーなんですが、長さがキーキャップ1個あたりを、1U っていうような、長さで表します。でこの、スペースバーなんですが、キークロン K8 の実配列の場合は 4.5U っていうなかなか珍しいサイズのスペースバーになります。 US 配列だと、6U であったりとか、5U であったりとか、もうちょっと長いものがあって、それだったら割と一般的でいろんなところで、販売されています。この 4.5U っていうサイズのスペースバーを探すのに結構苦労しました。それでは中を見ていきたいと思います。今回購入したのはメルギークのビジョンシリーズっていうものになります。その中でもベースキット、こちらがベースキットになります。ベースキットと Mac 用のキーキャップセット、あとはこちらがスペースキー 4.5U サイズのスペースバーのセットになります。スペースバー自体はこのビジョンシリーズっていうのとちょっと違うので、色味が若干異なるんですが、そこまで気にはならないかなっていうふうに思っています。ちなみにこのスペースバーキットは 3.0U のが2本と、あとは 4.5U のが1本と。このメルギークのキーキャップなんですけど、 MDA プロファイルっていう形状のキーキャップになります。プロファイルっていうのが要はこのキーキャップの、この横から見た断面形状になります。ちなみにこのキークロンの純正のキーキャップは OEM プロファイルっていう形状になります。MDA プロファイルも OEM プロファイルも基本的には傾斜のついた形状のキーキャップになります。キーキャップの中でも XDA プロファイルっていうのは形状のついてないキーキャップになります。自由に動かしたいっていう場合は形状のない XDA プロファイルを選ぶと自由にキーキャップの位置のカスタマイズができます。キークロンの OEM プロファイルや今回のメルギークの MDA プロファイルはある程度この配列の位置が決まったところに使うために各列で傾斜を変えています。それでは実際にキーキャップの方を見ていきましょう。このメルギークのベースキットに関しては US 配列用のキーキャップになります。素材としては前回交換したコルセアのタイプと同じ PBT になります。キークロン純正のキーキャップはABS 樹脂なので、それと比べると、しっかりした作りのキーキャップになると思います。この素材の違いだけで打鍵音や打鍵感っていうのがものすごく影響するので、前回交換できなかったこのスペースバーであったりとか、その周りのキーキャップも
今回は PBT に交換できるので楽しみです。この K8 の今のこの配色っていうのもすごく気に入ってるんですが、やっぱこの白いキーキャップとグレーのキーキャップで素材が違うので打鍵感が異なります。今回このメルギークのキーキャップを購入したことで、まあ、配色とあとは素材打鍵感っていうのが改善されるんじゃないかなっていうふうに考えています。早速なんですが、まずスペースバーを交換してみたいと思います。サイズ感はぴったりですね。はい、それでは他のキーも交換していきたいと思います。はい、とりあえず変えるとこすべて交換をしてみました。どうですかね。配色的には以前交換したコルセアのキーキャップも合わせて使っているんですが、白の感じが、まあ、今回のメルギークのやつと若干色味が異なるので、ちょっとそこが気になるかなっていうぐらいで、まあ、配色的にはこのグレーと白の配色っていうのはすごく落ち着いた感じでいいかなっていうふうに思います。今回ちょっと気になるのがこの一番下のキーの形状なんですけど、別で購入した Mac 用のキーについては表面がへこんだ形状になってるんですが、それに合わせるこのスペースバーとか隣のこのキーキャップっていうのが、まあ、表面がラウンドしてる形状なので、ちょっと横から見ると、まあ、形状がちょっと変わってしまってるのが分かると思いますけど、そこが若干気になります。まあ、そのあたりをちょっとこだわってやるのであれば、もうちょっといろんなキーキャップを探してみようかなっていうふうに考えています。はい、それではちょっと打鍵音の方だけ確認していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。やっぱり純正の ABS 樹脂と比べるとこの PBT っていう素材のキーキャップの方が音としてはコトコトといった感じの落ち着いた打鍵音になっているので、すごく、打鍵していて気持ちがいいです。 ABS の場合だとちょっとカチャカチャしたような音がするので、耳障りというか、まあ、気になってきました。今回とりあえずこのキークロンの純正キーキャップについてる金の印字と、あとは素材 ABS 樹脂を、まあ、全て PBT に変えるっていう目的についてはとりあえずは達成しました。ただ、まあ、こういった形状であったりとかコルセアのキーキャップと、まあ、メルギークのキーキャップの色味の違いっていうのが、まあ、若干気になるので、もうちょっといろんなキーキャップ探してみたいと思います。なかなかこう日本語配列を満足させるためのキーキャップっていうのがなかなかないので、ちょっといろいろネットとか見ながら探してみたいと思います。はい、今回の動画は以上になります。このチャンネルではこういった感じでデスク周りのガジェットやキーボード、あとは Apple 製品に関する情報を発信しているチャンネルになります。今回の動画が参考になった、面白かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ブログの方も不定期ですが更新していますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。